こんにちは、のぞみでございます。今石垣島にいてますけども、今日はですねハンバーガーを食べたいということで、ちょっとね食べ比べをしたいと思います。1軒目がですねバニラデリに行きたいと思うんですけども、ズズン、これ開店前なんですよ。これ開店前で並んでいるというバニラデリなんですけども、めちゃめちゃ人気があるお店です。あれ何やってるんですか。いや何やってるじゃないでしょう。何ですか。何ですか。待たせて。立たせてよ。立たせて。あ、来ました。開いた。一番乗りですからね。一番乗り。お客さんも並んでますんで。そうすごいね、はい。ということで今日はあのハンバーガーの食べ比べということで、食べます。大丈夫ですか。うん、もちろん。はい。こんにちは。リメです。はい。はい、ハンバーガー屋並ぶこと初めてね。はい、おじゃ、はい、はい、ありがとうございます。お邪魔します。改めましてのぞみでございます。ひろみでございますよ。今日は、はい、石垣島の、うん、ここは大川ですか、うん、まあ、ちょっと改めまして、はい、今日は石垣島のハンバーガー屋さんということで、今のバニラデリーなんですけども、まあ、ここは石垣ビールでしたっけ。そう、全部お肉のお肉パティが、はい、全部石垣牛 100% 石垣牛 100% ということで、先にそうオープン前に来てシャッター閉まってたんですよ、うん、で、まあ、ちょっと待とうかってたら、うん、ずらずらずらっと後ろ5組ぐらい、はい、並んでて、ね、もう今一番乗り良かったですよ、ね、下乗りでした。でもう多分盛り上がって、多分店内満席になると思いますけども、で今日は並んでるよ、うん、並んでるんですよ。食べ比べですか。大丈夫ですか。何をが大丈夫って言ってるんですか。何を心配してるの。いやハンバーガーの はしごなんて、私お腹的にハンバーガーいつも1個じゃ足りないんですよ、うん、え、あの普通のねマクドナルドとかさ、ケンタッキーとか行くじゃない、はいはい、ハンバーガー1個足りない、単品をもう1個頼む。ああ、そうですか、うん、なかなか珍しいですよ。なんか珍しいの。そんな2個も3個も終われへん。今日はまずバニラで、うん、ここね、ここは僕はもう何回も来たことあるんで。私もありますよ。ぜひここ、マンションとも前、そうそう、あるんですよ。来たことあるんです。いつ紹介したかったなと思ってるんですけど、うんうん、もう一個はちょっと僕初めてなことなので、まずバニラデリーの、うん、まあ、あるハンバーガーと、うん、まあ、ここで、まあ、店内も結構おしゃれで、そうですね、なんかアメリカンで、もう今ね見たら若い子ばっかりですよね。そうですね、おじさんいないな、うん、俺らが入ったことでいきなりあの年齢層ぐんと上がりましたからね。あと店員さんも若いし、あと大体20代そうです、ね、10代とか、うん、ジジイとババアや、ね、うん、ということで、うん、こんなおじいとおばあのなんか自分で言うのはいいけどさ、ジジイってババアって言われるのなんか嫌だな、気持ちがなんかこう、あ、ごめんな、おばはんでしょ。とりあえずハンバーガー待ちましょう。じゃあ食べますよ、はい。さあ来ました。はい、ヒロミさん早かったね。早かった。いや、まあ一応乗りですから。そうですよね、はい、うん、まず、安定のポテトフライ、はい、ということで、いっぱいポテトフライも、え、これは、はい、チーズ、うんうん、チーズと、はい、チーズです、チーズとレタス。いや、チーズとレタスなんだったかな。いや、それ石垣牛も入ってるんですか。石垣、だって全部のパティが石垣牛。で僕が、うん、あのいつも食べるのが、ね、あのアボカド、すごいアボカドめっちゃ入ってる、アボカド、うん、すごいよね、美味しそうだよね、アボカドわさびソース、そうです、うん、じゃあいただきましょうか、ね、はい、早速いただきましょう。いや、これ食べていいですか。もちろん、いただきます。美味しい。いや、まだや、それやめろって言うたよ。あ、そっか、あ、そっか、
カサカサ、ごめんごめん、すいません、いただきます。アボカドがなんかもう溢れんばかりもう、ね、ソース、お肉よりアボカド来そうだね。いただきます。まあベタですけど、まず、まあまあ美味しいですよ。アボカドって、でも最近ハマってたアボカドが、うん、アボカド、アボカド、噛んだ。ほら見て、もう噛んだよ、もうアボカドがめっちゃ溢れてるでしょ。すごいたっぷりだよね。めっちゃたっぷり。ねえ、お肉どうですか。お肉めっちゃ美味しい。そう。ソースも美味しい。手ごねらしいです。ここでちゃんとこねて、うん、そうでね。いや、こんなにね、アボカドも石垣牛もソースもマッチするハンバーガーってなかなかないです。なんかオーラ出たの。いや別に。大丈夫、どうぞどうぞ。はい、いただきます。私なんだかこうモッツァレラチーズだったかな。うん。すごいクリームチーズもついてるし、いただきます。こんなです。すごい大きい。いただきます。4、5個ペロリと食べれるんでしょ、いつも4、5個、 2個ね。 2個、あれが4、5個。いただきます。あのね、このね、パンも全粒粉入りのパンで、はい、うん、で、この両面ね、パン焼いてるからカリッカリ、ね、触ってるだけでもカリカリだよね、パンね。これなんか食べるとこ難しいな。いただきます。うまっ。ヘムさん、これ、うん、めっちゃうまい。どうですか。おいしい。うまい。もうハンバーガー、え、あ、ハンバーグ、ハンバーグのお肉、うん、すごいジューシー。そうやね、うん、うまっ。うん、ハンバーガーってね、めっちゃうまい。私もお野菜いっぱいたっぷり入ってるけど、うん、うん、お肉、お肉とここは人気が出るのは分かるわ。無駄ね。え、なんだよ、ね、おソースがね、ここについてる。そうかな。ほら、あとはポテトも来ましたよね、ひろみさん。おいしい。横顔より顔映ってないですか。あと2つぐらい食べれるかな。え、見て。よかった、作っといて。よかった、作っといて。美味しかったね。美味しかったですね。あれは、え、食べた、うん、けどほら、あ、ほらほら、あそこだよ、ほらほら、何や、え、いや、ないからめっちゃあるやん、そっち。いや、次の店でもポテト、いやいや、頼んだらええかな。そっか。そんな、お前ドリフみたいなコントせんどってくれへん。わざとしかも生厨房やから後ろポテトが詰まる。びっくりした。もうやがて完食で、うん、ポテトもたっぷり入ってる、はい、ねえ、ねえ、ねえ、びっくりしたっすよ。ほら、また来た、また来た、また来た。大丈夫。1本しかないやん。いや、完食ですね。1軒目、バニラデリー横綱。誰が相撲取りかって。いや、大関山田。あ、そうですか。いや、美味しかったですね。美味しかった。美味しかった。もう1個行けた。いや、まだ次あるから。そうだよね、はい、まだ、うん、あの次、2軒目行きましょうか。う、歩いて近いので、うん、ということで、2軒目に行ってみましょう。次にやってきましたのこちらでございます。三崎町です。そうですね、ここギリギリ、はい、ユラティック市場の真裏、はい、真裏でございまして、うん、分かりやすいでしょ。さあ、こちらのハンバーガーは、うん、
ヤンバーガーですか。ヤンバーガー。ヤンバーガー。なんだろうね、ヤンって。ヤンってちょっと意味がね、ちょっと聞いてみたいと思うんですけども、うん、まあ、あの店構えもなんかおしゃれで。そう、かわいい。中もね、そうなんですね、ちょっと、うん、カラフルな感じで楽しみですよ。そうね。で、こちらは三崎牛、そうそう、書いてるのね。こっちは三崎牛。三崎牛。さっきは石垣牛と言って、はい、まあこれも味比べね。どうですか、お腹の持ち具合は。だから余裕です。お腹と背中はまだぺったんこだんで。ぺったんこだってということで、はい、じゃあ早速ですけども、はい、注文しましょうか。行ってみましょう。ということで行きましょう、はい、どうぞ行きましょう。おじゃ、おじゃです。お邪魔します。来ましたよ。すごくないですか、これ見える。この、もちろんもちろん、すごいすごい背が高いのよ、ね、うん、こんな、ほらほら、どうやってこうしたの。だからね、旗立ってますよ。潰して食べるってしない。こうやって大きいのってさ、ペチャンとやってね。そうそうそう、なるほど。じゃないと、うん、これ一個ずつ食べることいや一個ずつてかこうプシューってこうね、圧をかけ て、ね、圧をかけて、うん、そうそう。で今の外にいるんですけど、そう、テラス席もあるんだけど ね、はい、あの店内も結構おしゃれで、うん、ね、ちょっと結構ね、今人が履けたので、うん、ちょっと中で食べます。移動します。はい、はい、まあ、外でも食べれるということです、はい、うわめっちゃ可愛いですねハンバーガーのクッションもあるんです。それ食べれませんか。食べれませんか。あ、そうか、ダメか。こうね、あの店内も非常におしゃれです。ね、ね、なんかこう踊りそうやね。踊りましょうか。ね、いやいやです。こう押して、これカウンター席もあります。上上上上もね、こう宇宙のような、宇宙のような感じですよ、ね、かっこいいよね。ウクレレ飾ってあるから、こう伊藤さんとかね、伊藤さんね連れてきたらここでさ、伊藤さんすぐ緊張するからね店内に入ってきました。入ってきました。食べましょうか。はい、でかいんですよ。そう、これどうやって食べるか今聞いたら、はあ、まあ潰して食べる人もいれば、あのこう圧縮してね、うん、はい、けど袋の中で食べやすいように、食べやすいように、ね、ちょっとやってみよう。食べましょうか。これさ、パンが硬くて、硬いですね。そう、ハード系の、ハード系の、ね、で僕はのチーズ抜きです。チーズ抜きですよね。ヤンバーガー、うん、これはヤンバーガーというやつですね。食べましょうか。アボガドとトマトと、アボガドトマト、これはレタスでいいわ。これすごい、しかもこれ長かったずれないようにね。ずれないよね、してるんだと思いますよこれはね、どんなする。いやもう、あー、分かった分かった。どうするの、うん、ちょっと潰れれる、潰れれる、潰れれる、潰れて、うん、難しいけど、ちょっとこうね、半分ぐらいの、いただきます。いただきます。いらっしゃいませ。おー、いらっしゃいませ。うん、うん、美味しいね。お、あ、お肉ジューシー。お肉ジューシー。うん、うまいですね。こっちもお肉がちょっと甘みがあって、うん、なんか結構パティが大きい、お肉大きい。大きいね、うん、で、パンがカリカリだから美味しいね、これ。またさっきと全然また違うね。違うね、ね、こっちもこっちとこれで美味しいですよ。食べ応え十分さ、うん、いや、本当にお肉大きい、うんうん、これ1000円だった。1000円、1000円でタイミングね、惜しいみ、すみません、それって申し訳ないです。いや、うん、お野菜も冷たくて美味しいね。そうですね、うん、うん、あ、まこれ人気ナンバーワンって言ってたよ、うん、ナンバーワンです、うん、けど食べ出したらいけるの。全然いける、ね、あと、うん、あ、僕番号です。私三品茶です。キャリーです。キャリーです。ストローが入らなかった。紙のストローだね。エコですね。エコですね。はい。いやー、結構すごい。いや、すごいな。アボカド合うね。ハンバーグね。合う。結構真ん中どうやって食べる。端っこから。
意外と、あ、けどもう袋の中に落ちても全然大丈夫、うん、うん、うまっ、うめえ、映ってますよ赤いマークが映ってるって証拠？そうですよ。そうなんだ、はい、ホゲーとしてました。オンエア中でホゲーとしてましたポテトがね、うん、あのこうなんていうの、太い系、太い系です、太い系で、うん、さっきは細い系でしたね。はい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 、美味しい、揚げたて。いやけどハンバーガーうまかったですね、うん、結構でもペロッといっちゃいました。いきましたね、うん、美味しかった。あのちょっとセミハード、ハード系に近いのかな、ね、サンが。セミハード系で、うん、酒がちょっとソフト系でっていう感じですね。うん、ね、ちょっと落ち着いてポテト食べます。うん、うまっ。美味しいね。うまい。うん。巻いてるなって美味しい。これ何の花かな。これ。なんだろうね。え？ポテトずれてんねんけど。また何のこと、いや、さっきはこんなのってマジで、うん、おかしい、取られてるような気がするそんなことないですよね。マジで、マンゴージュース美味しいですか。マンゴー美味しいです。本当、トロトロ系ですか。いや、トロトロ系ではないです。はい、けどほら結構ハンバーガーちょっと濃いめじゃないですか、うんうん、ね、だからマンゴーは結構ドロドロだと喧嘩しちゃうんで、うん、結構あっさり系のマンゴー非常に美味しい。これ何してるやつだろうな、こう手をこうしてさ。お前これや、声を喋ってる。おい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 、3本しかないやん。お前どういうことなんですかこれ。どう思うこれ。なんだろうね。いや、なんだろうねじゃないですよ。確信犯やだから。あ、はい。え、あと3本のこのカリカリしかいない。お客さんいらっしゃるのかな、静かにしましょう。そうですよ。絶対こっちだよ。俺あと3本しかない。まあまあいいですけど。食べてあげてますよ。はい。ね。うん、3本やって